こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。最近、まあ、ヤフーニュースとかね、えー、いろんなものを賑わしてるアマゾン詐欺なんですけど、これがもうほぼ都市伝説となってると。ね、今書かれている、ね、個人情報を抜かれていきなり訴訟を起こされて、起こされたとかね、えー、あるいは内容証明が届いたとか、電話を何度してもとかっていう話はね、あれはまあ、ほぼ都市伝説、口先女レベルの、えー、デマです。 でねえー、こうある程度ちゃんとした記事を書くのかなと思われるようなところもそのデマをもとにね、えー、あるいは憶測で記事を書いているのか、まあ、正しく、まあ、実態があら表されていないというか、ねえー、本当のリスクにも気づいていないし、まあ、逆に、ね、余計な、えー、不安を煽っているというのがあるので、まあ、ちょっと解説したいと思いますこれね東洋経済オンラインの、まあ、記事でね 1> Amazon 1円詐欺の巧妙で抜け目ない実態というタイトルなんですけど、記事を読んでるとね、ちょっと抜け目だらけで実態が分かんないんでね、補足したいと思います。まず、ね、Amazon の,この詐欺の背景には個人情報収集があるということなんですけど、これはかなり誤解を招きますね。個人情報の収集そのものが目的とはとても思えないです。 えー、そもそもね、安いものしか買わない人の個人情報そのものにはほとんど価値はありません。まあ、狙いは別なところにあると。アカウントの乗っ取りに気をつけるように、えー、20人以上の利用には以下、いずれかの環境が必要ですというのね、これ Amazon のページなんですけど、スマートフォンと SMS を受信できる携帯電話1台、スマートフォンまたは SMS を受信できる携帯電話、および、ね、他の電話1台、 があれば、スマホともう1個、ね電話番号は2つ必要です。があれば20人証がね登録できるんで、まあ、これはね、こういう記事には全くこの内容は書いてないんですけど、そもそもね重要なのはここです。20人証にもしといた方がいいです。で、えー、さっきの続きですね。 新しい顧客の情報を得たなら、その情報を用いて、新たなセラーとして登録、これを繰り返すことで被害を拡大するというふうに記事に書いたんですけど、これ、いつね、いつの情報を元にしてんだって感じなんですけど、これ、記事そのものはね、えー、5月3日って、昨日配信されてるんですけど、もうとっくの昔、1ヶ月以上前にですね、えー、ID がないと、えー、新しいアカウントは作れなくなってます。ねで よく書き込みでね、個人情報を用いてアカウントを作って、で、知らない間にね、犯罪者になっちゃってたと。で、まあ、電話かかってきたりね、被害者から電話かかってきたり、弁護士からね、内容証明が届いたり、警察が来たり、訴訟を起こされたりと、ね、それで人生積むレベルですというような書き込みがちらほらあるんですけど、そんなのありえないです。えー、ほぼありえないです。絶対100%ありえないとは言いませんけど、えー、そもそもね、えー、その、 乗せてるショップではね、えー、本当にその犯人だと普通に考えて思う人はいないですよね。あの、騙された人は思うかもしれないですけど、誰かに相談すれば、まあ、警察なり弁護士に相談すればね、それ本当に犯人なんですかというふうに話はなります。な,なぜなら、警察だってね、えー、調査を書くのは大変なんで、えー、事件じゃねえんじゃねえかってことでね、えー、まあ、その事件じゃないんじゃないだろうかという前提で、いろいろ 話をししまますす言いますで、弁護士の方もね、訴訟を起こすと、まあ、手間賃がね、入るんで、訴訟を起こしてもらった方がいいんですけど、ただね、えそもそもえ、弁護士に頼んで訴訟を起こすと、まあ、安くたって2 30万かかるわけですから、被害額と考え合わせたらね、割に合わないと、訴訟なんか起こしても割に合わないと。 で仮に被害客が多かったとしても、弁護士の方ではね、えー、責任上、本当にこの人が犯人なんですかねということでね、調べます。そうすればね、この人犯人じゃなくて個人情報を抜かれましたねというのがわかるんで、えー、まあもうこれはね、えー、そういうことかなというのから、勝手に想像を膨らまして誰かが書いた話をね、えー、真に受けた人が広めたというようなね、ほとんど、まあ、 で、えー、でまあ、ままあ、口先女レベルというか、まあ、そういうううかそ話ですで本当の目的はね、アカウント乗っ取りの可能性が高いです。だからね、二重認証をしておいてくださいで。特にセラーアカウントを、ねえー、乗っ取られた日には、しゃれにならないです。これはね、えー、どういうことかというのは、えー、また、えー、メールセミナーの方でね、ね これはちょっと公開するのもね、どうかなと思うんで、えー、こういうやり方でおそらく、えー、被害が出ますという話をね、また別なデコでしますんで、気になる方は、こちらのメールセミナー登録してですね、こうクリックして、メールセミナー、ね、メールアドレスとお名前と書いて登録して、えー、本当は何なんだというのをね、チェックしてみてください。 もちろん、サポートを受けている会員の方は、明日のサポートをメルマガで配信しますので、別にね、メルマガ登録していただく必要はないです。まあ、どうやってね、その、 一円詐欺というかね、安くやって、えー、情報を抜いてお金にすんのかなと思ったら、ああ、なるほど、そういう手があるねというのに気づいてね、おそらく当たってると思うんで、まあ、やろうとしてる人にね、恨み勝ってもあれですし、えー、逆にね、えー、知らない人にね、そのヒントを与えるのもなんなんで、公開情報じゃなくて非公開情報で公開しよう、公開しようというかね、お知らせしようと思います。えー、以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。